寺田厚生は、体育学者。専門は、体育学、環境生理学、公衆衛生学及び健康科学。2005年4月より2009年まで、京都教育大学の学長を務めた。京都学芸大学学芸学部特集体育、学科健康学専攻卒。広島大学医学博士。京都教育大学教育学部教授、付属図書館長を歴任の後。 2005年4月に国立大学法人京都教育大学長に就任した。学長就任後に京都府内の私立大学と連携して開発した教育プログラム連合大学院による教員養成高度化京都モデルは文部科学省の資質の高い教員養成推進プログラムに採択され、同志社大学と留国大学も加わった。 連合教職大学院を2008年度より立ち上げた。また、平成17年度には、現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムとして、大学の取り組み、知的財産創造、活用力を育成する教員の要請が採択された。2009年7月6日、自らが学長を務める京都教育大学の学生が起こした、集団巡合事件の責任を取って8月、 末日付で学長職を辞職する意向を表明した。その後8月25日になり、8月31日付で学長を辞職することが正式に発表され、学長の選考を実施して10月1日に、新学長が就任するまでの1ヶ月の間は、武蔵野実のる副学長、理事が学長代理を務めることとなった。ありがとうございます。